どうもしゅんです。こんにちは。はい、というわけでですね、今日はスプリングという就活エージェントにお邪魔しております。スプリング就活エージェント就活コンサルタントの中出です。スプリング就活コンサルタントの根川です。よろしくお願いします。先日僕も含めてデザインフィルさんという会社さんの面接を受けさせていただいたんですよね。でその映像を就活のプロのお二人にフィードバックしていただきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介を一分ずついただいてもよろしいですか。はい、はい、金沢大学3年の福田俊と言います。はじめまして、フィリピン学院大学から参りました小山遥と申します。よろしくお願いします。はじめまして、私は早稲田大学教育学部国語国文学科2年生の前翔吾と申します。就労いたしまして今29歳でございます。いや苦労しました、就労だけに。おー、浜江さん面白いですね。浜江さん面白いですね。デザインフィルさんも困っちゃってます。困っちゃってますね。これは困りますよね。困ります。面接的にはまあ、OK なんですかね。まあ、そうですね。ちょっと苦しい。面接感としては苦しいかもしれない。当社で、挑戦してみたい、ぜひこんなことやってみたいっていうことがあれば、はい、それをお聞かせいただけますか。御社でやってみたいこととしては、この商品を広めたいんですよね。この商品ずっと昔から使ってて本当に愛着があるんですよね。なので本当に好きなのでこれを広めたいです。福田さんが、はい、とってもこの商品好きだっていうことは、はい、まあ、なかなか多分コロコロする人もいないと思うので。なるほど。この会社が求めていることみたいなところで言うと、まあ、正直この商品が大好きでそれを広めたいですみたいな感じっていうよりかは、ちゃんとですね、与えられる側と与える側みたいなところが理解できているかっていうのが今回のここのポイントになるかなと思うんですけど、この会社に利益を与えてやるぞみたいなところで自分が何をできるのかっていう与える側の視点で、まあ、自己 PR もそうだと思うんですけれども、その自分の強みみたいなところは入れててもいいかも、よかったかもしれない。与えられる側の視点だけじゃなくて、その好きっていう部分を伝えたいための施策であったりとか、その作り手側の視点が入ってたらより良かったっていうことなんですね。もうそれならかなりいいと思います。上司の人と意見が合わないなと思った時って、皆さんはどんなことをされるかなというのをお聞かせいただけますか。自分でやっちゃうかもしれないですけど正直なところ、どうしてもやっぱ違うなと思った時は自分の近い先輩に聞いてみるかもしれないです。私はですね、聞いてしまいますね。というのを争いからはですね、何も生まれないと思っておりまして、まあ、私がなめられて、馬鹿にされて、みんなの対象になることで、それで誰かが救われるのであれば、まあ、上司の方のストレスなんかも日々溜まっておられるでしょうし、まあ、私を怒ることで少しでも解消していただけるのであれば、もうそれは最高だと思います。それに私は喜びを感じます。今までそれで辛い経験してきてないですか。はい、まあ休労したんで苦労もしてますね。また言ってる。この質問っていうのはどういう意図があるんですかね。はい、2つあるかなと思うんですけれども、まず1つは、まあ、皆さんのストレス耐性がどういうところにあるのかなっていうのを見ている、うん、で2つ目としては、はい、コミュニケーション力を見てると思います。なるほど。この質問って正直答えはもう正解っていうものはない質問になるので、はい、まあ、その会社がどういう風土なのかとかそういうものによって多少変わってくると思うんですけれども、うん、なのでやっぱりその相手がどうしてそういうことを言ってきたのかっていうのをしっかり聞いた上で、じゃあ自分としてはこういう意見がありますっていう風にこう同じ方向を向いてお話をしていくっていうのはすごく大切なことになると思うんですよね、うん。この会社にしようって選ぶ何を重視しているかというところを教えてください。はい、会社を選ぶ条件としてやっぱビジネスモデルとかやってる事業っていうよりは働いてる人の雰囲気であったりとか社風みたいなのをすごく僕自身重要視してまして、この会社 その商品がすごい好きなので、自分が大事にすることは自分のモチベーションの上がる商品を売ってることとか持ってることだと思います。持てる力の全てを生きてる間に出し切りたいとは思っていて、まあ、それを御社で睡眠時間さえ取れたら何をしてもいいかとは思っています。まず
ずしゅんくんからめちゃめちゃ多分そういう方います、ね、人とか環境ですとか、はい、しゅんくんこう背景があって、まあ、その上で人とか環境が大事なのかなっていうのと、はい、まあ、人にもよく合ってらっしゃるので、まあ、そこはあるかもしれないんですけど、何も考えずにこう人だったりとか環境だったりとかって言っちゃう方ってやっぱ多いんですよね、はい、こんな仕事内容のはずじゃなかったとか、なるほど、やっぱり面接ではあの、まあ、人事の方も、まあ、もちろんあの採用する立場なのでいい人だったりはすると思うので、あれこの人こんな怖かったっけみたいなことだったりとか、結構こんなはずじゃなかったって多いと思うんですよね。なのでそうすると結構1年目ですぐ辞めちゃう原因にもなったりはするので、まあ、そこに背景があってプラスアルファできればいいと思うんですけど、まあ、そこのちゃんと仕事内容だったりとかビジネスモデルっていうのが見えてて言えてるかどうかっていうのは、なるほど、結構大事なポイントがある。あ、そうなんですね。皆さん英語はお得意ですか？結論から言いますとできます、うん、なので本社に入らせて入社させていただいた暁には英語をバンバン使って英語の服だと言われるように英語を使いたいなっていうふうに思っています。素直に言うとそんなにできないんですが、でもやっぱりそのまだまだ学生これからだと思うんで一生懸命勉強して頑張ります。はい、全くできません。もう私は大学に入って以来英語をしないことに決めてたんですけど、まあ、横山さんの回答が良かったのかなと。いや、そうですよね、確かに思います。横山さんの場合は今はそんなにできないけれども頑張っていきたいっていうそのスタンス、じゃあ横山さんにそういう仕事を多分英語の仕事を与えたらそれに向かって頑張ってくれるんだろうなっていうところで言うと、まあバリバリ使いたいっていう人よりは、まあ必要であれば頑張って勉強していきますぐらいのスタンスの方が、まあ、デザインフィルサムの採用としてはいいのかな。なるほど。っていうところですね。結局その新卒に求めるものってスキルとかスペックじゃなくても人間性とかその姿勢の部分を見てるっていうことですね。そうですね。3つポイントがあるかなと思うんですけれども、はい、まず1つ目としては与えられる側、お客様視点ではなく与える側、企業側の視点を持って話せているかどうかっていうのは大切なことだと思います。2点目としては企業の中長期計画だったり、まあ、企業理念、まあ、あとはちゃんと企業研究ができているかどうかっていうのは大切になってきて、それを踏まえた上で面接できちんとお話ができているかっていうことですね。で3点目としてはやはりオーバースペックな話し方になっていないかどうか、その企業に合わせたことで、もので話せているかっていうのが大切になってくると思います。ということでですね、今回のような、面接のフィードバックであったりとかキャリアカウンセリングをスプリングさんでは主にされてるんですけども、就活生は無料で受けられるんですよね。でかつそのスプリングさん経由で大手企業の特別選考とかもあるらしいんですよね。なので、就活生にとってはすごくなんで有益な情報であったりとか、将来につながる選択肢が広がると思うので、よかったら興味がある方はスプリングさんの方に、問い合わせをしてみてください。ちなみに第二新卒もやられてるそうなので、就職して転職を考えている方もぜひ、チェックしてみてください。ということで今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。